効果絶大ですね。かなり先が見えるようになりました。はい、こんばんは、空波です。今日はですね、先日つけましたトリッカーの、サブランプのスーパーハイビームですね。はい、これの検証を取りに来ています。まずね、先日、付け替えて楽明るくなりましたこの、LED のヘッドライトですね。まあ、この状態でですね、まあ、行きは、走っていこうかと思いますが、まあもうね、今更暗いとこ見せても仕方がないので、もういきなりね、すいません、ハイビーム、危ないんで、ハイビームにさせてください。はい、すいません、ハイビームで走っていきます。はい。これはハイビームですね。LED の、ヘッドライトにしてからですね、もうハロゲンの頃とはもう格段に、明るさが、違います。もうこのヘッドライトだけで、もう十二分にですね、真っ暗な道でも、走れると思います。はい。ですので、まあ、サブランプの増設を考えられている方はですね、まず、まあ、サブランプいいんですけど、結局そのヘッドライトの、まあ、左右というか、まあ、下になったりもすると思うんですけど、まあ、余計な、まあね、ものが付属物がつくということで、まあ、できればですね、LED ヘッドライトの方を、変えていただいた方がスマートに、明るくなるんじゃないかなというふうに、思いますね。まあ、それでですね、光量が足りない場合はさらにサブランプという選択肢が、まあ、一番いいのかなというふうに思います。それからですね、この、サブランプなんですけれども、まあ私の場合ですね、こう右側、にですね、つけてあるのは、まあ、ローですね、はい、広角の、ロービームをつけてるんですけれども、まあ、そのビームはですね、まあ、いつでもつけられるように、トグルスイッチのオンオフで、いつでもつけられるようになってます。つまり、まあ、アクセサリー電源の方から、まあ、電気を引っ張ってるわけなんですけれども、まあ、ですのでね、まあ、ロービーム、まあ、ヘッドライトがロービームの時であろうと、ハイビームの時であろうと、トグルスイッチ、オンにすればですね、点灯、オフにすれば、消灯と。いう形にできるように、取り付けてあります。まあ、対してですね、この、今回取り付けましたスーパーハイビーム、これに関してはですね、かなり上向きにつけているというところもありますので、まあ、そういった形でですね、まあ、私の消し忘れのような形で、点灯したまま走ってしまうとですね、これ恐ろしく眩しいと思うんですね。普通のハイビームよりもさらに上向きについているので、まあ、これですね、対向車からするとですね、もう頭に来るレベルではないと思うんですよ。もう見えない、もう事故るレベルですね。事故るレベルなんで、まあ、これはもうちょっとね、危ないなというふうに、私自身が思いましたので、まあ、街中でですね、普段、通常はハイビームあまり使いませんから、対向車が来るような場所ですね。あまり使わないので、このスーパーハイビームの、電源、はですね、もうこれはハイビームから、ハイビームの線から拝借しました。まあ、つまりですね、スイッチで、ライトのスイッチでハイビーム、を点灯しているときに、さらに、トグルスイッチのオンオフの操作でつけたり消したり、できるような形になりましたので、まあ、仮にですね、私の消し忘れでスーパーハイビームが点灯しっぱなしになっていたとしても、メインの、LED のヘッドライトの方を、ロービームに、すればですね、同時に、スーパーハイビームも消灯するというような形にですね、しました。はい。やっぱりね、危ないですからね、本当に眩しいんですよ。もう超眩しかったです。自分で、迎えに立って見てみたんですけどね。まあ、ですので、一応そういう形で、まあ安全対策という形でですね、まあ他の車に迷惑をかけないように、できればしたいなというふうに思って取り付けた、わけですね。はい。まあ見ていただいたようにですね、まあハロウィンの時と比べるとですね、もうこれ、雲泥の差だと思うんですね。ですのでね、まあ
通常の走行する方はですね、まあ、まずこの普通の LED の、ヘッドライトに、換装するだけでですね、まあ、ほとんど、用は足りるのかなというふうに思いますね。まあ、むしろ結局そのサブランプを増設するということは、それだけやっぱり配線も多くなりますし、ライトのユニットも増えるわけですから、まあ当然、まあ多少ですけども重量かさみますし、配線も複雑になっていきますので、まあまりね、まあ奥車の場合は、そういうのを増やさない方が、まあ、いいというふうに個人的には思うので、まあ通常の方はね、これでいいと思います。はい。ね、さっきね、あの鹿がいましたけど、ちょっと、います。はい、鹿いますね。はい、この辺はね、鹿がたくさんいますね。毎回だいたいここで、私の、まあ、サブランプ検証をやってるんですけど、毎回鹿がね、映ってるケースが多いですね。はい、じゃとりあえずこの辺りでですね、森林公園に、着きましたので、折り返し地点ですね。はい、ここで、サブランプを点灯してみたいと思います。はい、これがね LED のロービームですね。はい、ロービームだとこんな感じです。はい、そしたらですね、サブランプ、これがサブランプを点灯した状態ですね。それからハイビームします。はい、でこれが、サブランププラス、ハイビームですね。まあ、サブランプのローがついている状態ですね。あの広角の方がついている状態です。まあ、先ほど行きの時に比べるとですね、さらにこう近場の部分がかなり明るくなっているのが、分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、前回ね、サブランプの、広角ランプをつけた、時は、この状態が、まあ、最終状態だったということですね。まあ、その時にちょっとやっぱりね、先の方が、ちょっと見にくいかなと、まだ。手前はかなり明るいけども、先の方がちょっと暗いかなというふうに思って、まあ、スーパーハイをつけましょうかという形になったんですけどね。はい。ではね、スーパーハイをね、この辺りで、点灯していこうかなと思います。ちょっと直線の方がいいですね。直線のところに入ったら、スーパーハイを点灯していきます。ちょっと違いを、見ておいてください。はい、じゃあ点灯しますね。はい、はい、これがスーパーハイです。はい、どうでしょう。はい、先がかなり見えるようになったんじゃないでしょうかね。はい、見えるようになりましたね。はい、うわ、効果絶大ですね。かなり先が見えるようになりました。はい、これ素晴らしいですね。あ、これはいいわ。これなら真っ暗闇の林道でも走れますね。うわ、軽い。これなら全く怖くないですよ。はい、まあ、もしね、急に、まあ、ここは来ないと思いますけどね、あの対向車のようなものが来たらね、すぐあのロビームにすればスーパーハイも消えるので、まあ、あの迷惑はかけないと思いますけどね。あ、まあ、あの昼間のようにとまではね、当然いかないんですけども、まあ、はっきり言ってですね、ハロウィンの時はね、怖くて運転できたもんじゃなかったですね、この道は。まあ、その時に比べるとですね、もうこれは格段に違いますね。これはいいですね。これならば夜の林道でも走れるんじゃないかなと思いますね。まあ、タイヤが乗る直前の路面もですね、これなら非常にはっきりわかりますし、先の部分がですね、急にこう、90度に曲がってたりね、崖が落ち込んでたりとかっていうところもですね、まずまずこれなら、見えてくれるので、
これなら大丈夫だと思いますね。これはまあ個人的に100点満点ですね、はい、これだけ明るければ全く大丈夫ですよ。はい、何の問題もないですね。そうしましたらこの辺でですね、もう一回ちょっと、暗さの違いを見てみたいと思いますので、ちょっと一旦止めますね。はい、これが今前頭状態ですよね。はい、これスーパーハイをつけた状態、消した状態ですね。ほら、やっぱり全然これだけ違いますよ。で、これが今、サブランプを消した状態で、これがロービームだけですね。あ、やっぱ暗いですよね、ロービームだけ。これ怖いですね。やっぱり前頭するともう全く違うのが、分かると思います。これあのカメラではねちょっと見えにくいかもしれないですけど、肉眼はですねで見ると本当に違いますよ。全然違います。はい、これなら怖いものなしですね。まあ、ということでですね、まあ、何回にも分けてね、やってまいりました。この、ヘッドライト増強計画ですね。まあ、一段落これでしました。YBR の方は、元々のヘッドライトがですね、まあ、ハロゲンですけども、まあ、だいぶトリッカーに比べて明るいので、広角のサブランプをつけた状態で、まあ、十分だと思いますので、まあ、これで、終わりにしたいと思いますし、で、トリッカーの方はですね、まあヘッドライトを LED 化、しまして、まあ、加えてですね、ヘッドライトの左右に、広角の、手前を照らすサブランプと、それから、反対側にであるですね、強角、重度のスポットライトだと、はい、これこんな違いますよね。これをつけたと、いうことでですね、これで一応、ヘッドライト増強計画はですね、終わりたいと思います。まあね、新しくね、乗り換えたバイクに関してはね、またそれはそれでこれから乗ってみてね、夜間乗ってみて、考えていきたいと思います。まあ、あれもねちょっとライトちっちゃめなんでね、もしかしたら暗いかもしれないですけどね。はい、はい、ちょっとじゃあね降りて前から見てみましょうか。はい、これ前頭状態ですよ。うーわ、これすごいね、これ眩しいね、これは迷惑だね。はい、でスーパーハイとハイビームをこれ切った状態ですね。これでも明るいですよね、やっぱり LED は。これは前頭ですね。はい、トリッカー、セロ系の、ヘッドライト、暗いと、お困りの方、どうでしょう。ヘッドライトだけでもかなり違いますし、さらにあのサブランプ、つけていただくとですね、もう全く、違う明るさになりますので、ぜひ、やってみてください。はい、空の鳥でした。ありがとうございます。